中国が東シナ海とその周辺で日本領空に迫る無人機の運用を急増させています。航空自衛隊の緊急発進は2013年9月から計15回で、このうち21年8月以降は12回に上ります。台湾有事を念頭に置いた動きとみられ、日本は領空侵犯時の武器使用基準を緩和するなど対策強化に乗り出しました。防衛省によると、空自のスクランブルは飛行ルートを分析し、領空侵犯の恐れがある場合に実施されています。防衛省幹部によると、東シナ海上空での中国無人機の飛行は近年毎日のように確認されているのが実情です。防衛省は今月、過去3回にわたって領空侵犯していた気球を中国の偵察用と推定されています。気球や無人機が領空を侵犯した場合に備え、自衛隊の武器使用基準を緩和し、正当防衛などに該当しなくても撃墜できるようにしました。ただ17年5月の事例では、無人機は5分間程度で領空から出ましたが、尖閣上空などに長時間とどまった場合、政府は撃墜するかどうか難しい判断を迫られます。このニュースについてツイッター民の反応を見ていきましょう。対ドローン専用の小型ミサイルを開発しましょう。戦闘機が出動ではコスパが合わないし、パイロットも大変ですから。これにいちいちスクランブルかけてると戦闘機が消耗する、限られた防衛予算、部品の共食いが始まる、有事の際に戦闘機が飛ばせられないということになる。すでに戦争の序盤は始まってるのかもしれない。機体性能テストだけじゃなく、無人機パイロットの養成演習にもなっていると思う。自動車教習所のように国内で練習、海上で練習、 EEZ ギリギリまで飛行練習、アメリカの無人機パイロットが心が病んでやめてくのと同じことが中国でも起きるかも。無人機での防空任務はダメなのかな。日本も無人機飛ばして中国軍機のスクランブルさせて、中国の戦闘機を故障だらけにすればよいかと。実戦に向けた演習をパイロットに安全に行わせるためでしょうね。日本も来るべき偶発的衝突に備えて実戦訓練と考えていただいて。ただドライバーの勤務が過酷ですね。優秀なドライバーをしっかり養成する土壌を作り上げ、現場の負担を軽減するのが自衛隊に守られる私たちの仕事です。インド南部ベンガルールで25日まで開かれた20カ国地域 G20 財務省中央銀行総裁会議では、ロシアのウクライナ侵略をめぐる意見対立から共同声明の採択は見送られました。見送りは4回連続で、議長国のインドが代わりに発表した議長総括では、反対した国がロシアと中国だったことを名指しで指摘する異例の措置を取りました。ウクライナ侵略から1年の節目に開かれた G20 は、国際社会の協調よりも分断がより鮮明となる結果となりました。このニュースについてツイッター民の反応を見ていきましょう。世界の敵がはっきりとしましたね。これが第二次大戦とは決定的に異なる点。インドからするとロシアに引きずられて中国が孤立し、世界の投資がインドに集まることがメリット。ロシアはともかく中国を名指しにしたのは今後の火種になる。これは大きな一歩。それだけ世界中が怒っているよということでは。こんなの意味ないだろと言われた G20 が、実際にほとんど意味がなく終わったので、臭いところに押し付けて責任逃れやっただけでは、半導体だけじゃなく、中ロや北朝鮮などに対する援助や投資を引き上げるよう同盟国に徹底するべきだと思う。そして、経済封鎖することで閉じ込めてしまうべきだ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。